明日の食卓研究所の石原夏子です。今日は私のふるさと島根県出雲市の旅籠小田温泉4代目おかみ石飛奈美さんにゲストにお越しいただきました。もう私にとってはまるで実家のような旅籠小田温泉で、まあ、おかみは私にとっては妹のような、時にしてお姉さんのような存在ですがでは、これからですね、おかみにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず最初に、おかみと一緒にですね、おすすめの一杯でドリンクで乾杯をしたいんですが、今日は何をお持ちいただきましたでしょうか。今日は当館一番人気のソフトドリンクの自家製ジンジャーエールです。なんと出西生姜 100% で作られておりまして、完全無添加です。あ、すごーい。氷川で名物といえば出西生姜、出西生姜で、はい、じゃあ乾杯、はい、乾杯。ありがとうございます。うまい。なんかおかみの前に可愛らしい2人がいますけれども、どなたですか。ミッフィーのダルマとアマビエさんです。可愛らしい、ありがとうございます。では今からですね、カードがありまして、ここをシャッフルして1枚引くので、ぜひちょっと聞かせてください。では一番最初におかみに質問です。旅籠小田温泉といえば、まあ、出雲大社から車でだいたい30分ですかね。本当に海も近い、山沿いというか川沿いの温泉ですけれども、はい、全国放送で、まあ、何度か、ね、取り上げられていると思うんですが、全国放送で出て有名になったお部屋についてちょっと教えていただけますでしょうか。はい、例のお部屋というやつですね。はい、はいはい、某番組で座敷わらしさんが出るよというお話で取り上げていただきまして、その時に撮影で使われたお部屋というのは気空の間です。玄関上がってすぐ、玄関入ってすぐ左側にありますね。はい、はい、石原さんも何度もお泊まりいただいたことのある、はい、お庭が見える明るいお部屋でございます。今旅籠小田温泉は全館で何室になりましたでしたっけ。全部で6室ですね。もうゆったりと一人でもお泊まりいただけるし、ご家族でもお泊まりいただける、ゆっくりしたゆったりした時間が流れている館内ですね。そうですね、それぞれ大きさもまちまちなので、うん、それこそご家族6人ぐらいで一気に入っていただくようなお部屋もありますし、2間で分かれているお部屋もあるので、ご家族さんでも男女で分けてお布団を敷いたりとか、もちろんお一人様でお泊まりいただいても寂しくないぐらいの大きさのところとか、いろいろと取り揃えております。最近スロープも整備されたんですよね。そうですね、うん、車椅子ですとか階段がちょっと何気なかったっていう時に、別の入り口専用スロープを設けたところから入っていただくことができるようになりました。ちなみに最近旅籠小田温泉は、島根県の美肌県島根誘客推進モデル事業なんですね。はい、おかげさまでありがとうございます。モデル事業は美肌に関する観光とか温泉とか食、この度のはその設備を直すだけのハードだけではなくって、誘客事業なのでソフト面でもどういう工夫ができているのかっていうことが非常に重視されて、そこの部分が多分大きな難関だったと思われます。はい、島根県は昨年までは某化粧品メーカーが選ぶ美肌グランプリで5年連続日本一の美肌県っていうのが島根県だそうですけども、はい、まあ、残念ながらね、今回石川県が1位になって島根県ですけども、まあ、三大美肌 の、 まあ温泉でも有名な場所でもありますので、そんな中でね、はい、モデル施設ということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、今回にやはりコロナ禍で観光が鈍るというのもあって、若い知事さんならではのアクティブな企画だったと思いますね。非常に積極的に早い時期に打ち出していただいて、その期間でまとめるのが非常に難しかった
事業でしたが、それぞれ協力が必要な業種の皆さんにお力添えをいただいて、非常に短期間で具体的なプロジェクトの内容を提示することができたという。素晴らしいですね。もうこれぜひコロナ禍が明けて自由に行き来ができるようになったら、ゆっくりとお邪魔させていただきたいと思いますが、はい、美肌の工夫をたくさん凝らしておりますので、本当に。じゃあ次の質問を、はい、あ、もう今のこのお話の流れで、旅籠田温泉の温泉の特徴とこだわり、まあ、成分かな、教えてください。はい、ありがとうございます。当館のお湯は大正末期に川の中から湧き出ているのが見つかったと言われる由来の温泉でございまして、何が温泉の項に該当したかと言いますと、今ではだいぶメジャーになってきたメタケイ酸という成分でございます。これは何かというと、本当に20年ぐらいまでは謎の成分だったんですが、この頃は美肌の温泉成分としては欠かせないと言われるくらい、美肌形成を助けるための成分ということになっております。本当にさらっと癖のない、上当たりしないというかね、うん、マイナスイオンの成分もあるんでしたっけ。そうですね、プラスイオンとマイナスイオンを比べたときに、成分表でご覧いただいても明らかにマイナスイオンの方が倍ぐらいになっている。非常に体に優しく、また自然に汚れを体から剥がすような、そういった働き、リラックス成分というものが非常に強くなっています。無色無味無臭にほとんど近いものなので、体に対しての負担が非常に少ない。ベイビーからお年寄りさんまで、そして一度ぬくもるとかなりの時間ぬくもりが持続するという効果が期待できます。ぜひお風呂の中の先代のご主人の作品が、はい、お風呂のタイルになっているという、はい、そうですね、まあ、かき上げて作って、その場で焼いて、かの魯山人もさすがに風呂までは自分で作らなかったと本人ご満悦の一品でございます。ぜひそんな温泉も楽しんでいただきたいと思います、はい、では次に、はい、もうね2枚しかないんですが、はい、こちら名物料理、そうですね、もう、はい、いっぱいあるんですけど、もうこれぞというのをぜひ教えてください。そうですね、今お話に出ました3代目の主、私の父の考案で、昔から小田温泉といえばというと、あゆめし、パリッと焼いたあゆに田楽味噌を塗って香ばしく焼き上げ、白いご飯の上に季節の青菜とほぐし取ったあゆの実を乗せて、特製だしをかけて召し上がっていただく名物料理。こちらは一年中ご用意ができるようになっておりまして、で今の季節一番人気は冬だけのウニ飯、ウニの雑炊です。そうですね、全国でのお取り寄せをスタートされてましたけど、工夫してお出汁と蒸しウニを一つのパックに入れて冷凍してお家へお届けして、なんとそれは解凍すればお鍋にご飯と一緒に入れてグツグツしてすぐ出来上がるという素敵な代物です。うわーすごい、それ今回のからのお取り寄せ商品に入ってるんですか。今回、1月21日木曜日開催の販売会にて初めて登場いたします。それも楽しみですね。野村料理長のお顔を浮かべながらまたいただきたいと思いますが、はい、ありがとうございます。またくたぶれた胃にも優しいお雑炊仕立てなので、ぜひぜひ、はい、ぜひまたね、あゆめしもウニめしも直接旅籠田温泉でいただける日も楽しみにしてますけど、まずはお取り寄せでいただけるように楽しみにしております。ありがとうございます、ね、はい、よろしくお願いします。最後におかみに質問です、はい、免疫力を上げるためにしていることぜひ教えてください。はい、これはですね、やっぱり自分が好きなことをする、これが一番です。なので、好きなゲームしたり、好きな漫画を読んだり、可愛い我が子をいじってみたり可愛い我が子がね、本当にだんだん大きくなっていつも楽しみに写真を拝見しておりますがありがとうございます。しっかり者の長女と可愛らしい、はい、長男のお二人が可愛いので
ワイルドな生物を制御しきれずいやでも上京っていうのはやっぱり体力勝負っていうか、体力がないとなかなか務まらないお仕事だと思いますが、うん、朝も早くてね、夜も遅いと思うんですけれども、やっぱり好きな漫画っていうのは何でしょうかね。最近お好きな漫画は何ですか。それ聞いちゃいますか秘密、秘密ですか一番気に入ってる、最近あの害がなくて安心なスパイファミリー、おすすめです。どういう、ごめんなさい、私漫画があんまりよく分かってないんですけど、どういうところがおすすめですか。最近はすぐ食ったり食われたりとかっていう、あのね、残虐に、飛び散ったりとか、そういうのが増えてて、まあ、当然そういうのも一通り読んでおりますが、ほっこりしますの。今回、今月のジャンプコミックス、コミックスの売り上げで、なんと1ヶ月経った鬼滅の最終巻を追い抜いて1位を取ったのがスパイファミリーです。そうなんですか。そんなに人気のある漫画。ジャンプ本誌ではなくって、ネットの方のジャンププラスというので連載をしておりますが、それこそ文字通り、あのスパイの目的のためにいろんな事情を持ってそれぞれ集まった家族が、父母子の3人家族が織りなすとても楽しいお話。忙しい合間にそんなスパイファミリーの話を楽しんでリラックスしているんですね。旅籠田温泉ではいろんなイベントとかね、企画もされていて、源氏物語をこう演じてくださる、読み聞かせっていうか、あれは何て言うんですか、正式には。一人芝居になられますね。一人芝居、はい、金子さんでしたっけ。そうです、ね、でなんと今年は旅籠が9月に100周年を迎えますので、おめでとうございます。ありがとうございます、ぜひ100周年の記念にまた金子さんにあの素敵なものを演じていただきたいなっていう希望は持っていますので、はい、金子愛さんですね。そうです、ですね、はい、あのぜひ、旅籠田温泉のホームページから見ていただくと、過去のさまざまな催事とかイベントも情報がまだ掲載になってますので、あの金子愛さんの源氏物語の一人芝居の様子もあの掲載されているかと思います。それでは4代目石飛奈美おかみに今日はゲストにお越しいただきましたが、お忙しい中ありがとうございました。どうぞくれぐれもまだ雪も降ってますのでお気をつけて。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました、はい、お招きありがとうございました。チャンネル登録お願いします。